とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、ゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、最強の武器が完成したから、使っていこうと思うのよ。二つ、できた。まず、これね、攻撃速度が 4% アップするのを、4つつけたやつ。攻撃速度が 16% アップする武器。そして、こっちね、攻撃範囲が、20% か、アップする武器。この2つをね、完成させたの。まあ、他にも今、ちょっとね、作り途中のやつがあるんだけども、この2つ、実際使ってみてどうなのか。それをね、ちょっと今日レビューできたらいいなと思うんだけど、とりあえずまずは、攻撃範囲、これを使ってみるね。どんな感じか見てみよう。どんな感じだろうね。実際インパそこそこ範囲広いんだけども、あ、確かに結構離れてても攻撃が当たる。うん、当たるね。結構先の方まで攻撃が行くようになった。おそらくこれ横もね、あ、横も広がってる広がってる。結構画面端にいるビザルにも攻撃が当たってるから、あ、20% アップは、これはいいね。うん。まあ、一つつけてね、4% アップになると、ちょっと微妙かもしんないけど、全部に攻撃範囲をすると、結構範囲が広がる。縦も横も。なんで、攻撃範囲は結構おすすめかな。いいよ、悪くない悪くない。でこれインパはね、分身をつけていけばもっとすごいんじゃない。うん、もっとすごいよね。これこんだけ分身がいて、あ、範囲が広く、もともとねこの分身でむちゃくちゃ範囲広くなるから、これにさらに 20% っていうことで、いいね。インパに攻撃範囲アップはすごいマッチしてる。これはいいよ、間違いなく使いやすい。うん。じゃあ次ちょっと攻撃速度しようか。攻撃速度、じゃあ次は攻撃速度ね。早いね。あ、早い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 。体感で全然違うわ。全然攻撃が早い。16% って言っても、全然やってて分かるぐらい違う。で、攻撃範囲、攻撃範囲はね、狭い狭い狭い。さっきまでは画面端のやつまで、巻き込んでいけてたけど、画面端がね、巻き込めなくなってる。あ、これどっちがいいだろうね。攻撃速度もね、すっごいいい。すっごいいいよ。でも、範囲も捨てがたいな。これ22つけると、プラス10になって攻撃力自体がちょっと下がるんだよね。ならば、ね、まあ2つ使いがいいね。2つ使い、2つ持ってるっていうのが多分一番いいけど、あ、俺的にはそうね、攻撃範囲の方がおすすめかな。うん、もともとインパ攻撃スピードが速いから、うん、まあ十分な速さを持ってるんで、範囲が広くなった方が俺としては使い勝手がいいかな。でも人によってはこのね、高速の攻撃が気持ちいいって思うかもしれない。うん。まあ、どっちにしろ、いいよ。攻撃スピードも、範囲も、インパは、合う。マッチする。すごくいいと思う。はい。ということでですね、今日は攻撃速度アップ、そして攻撃範囲アップ、どっちがいいのか、やってみたけども、どっちもいい。どっちもいい。
もともと攻撃スピードの速いインパがさらに攻撃スピードを上げるっていうのもいいし、攻撃範囲がもともと広いインパがさらに攻撃範囲を上げるっていうのでもいい。まあ、どっちも捨てがたいけども、俺はね、攻撃範囲をおすすめしたい。最高まで分身を集めて攻撃した時の範囲がすごいし、やっぱ画面端から端まで持っていけるっていうのが結構でかいよ。やっぱり範囲プラス 20% はでかい。ので、俺はこっちをおすすめします。で、武器をね、合成するときに、全部違うやつにすると、なんか中途半端になるから、一つ、もしくは二つぐらいにまとめた方がいいと思うよ。そうだと思うけども、まあ、製品版になったらね、わかんないけども、まあ、とりあえず製品版までは、こういった感じで、4つ同じスキルをつけるとか、2つ2つつける。まあ、それぐらいでやっておくといいかもしんないね。製品版になった時に、それを合成していけばいいから。まあ、とにかく今日は、インパのスキル、攻撃速度アップと攻撃範囲アップ、どっちとも良かった。どっちともインパにはマッチするスキルでしたね。では、まだ、製品版発売まで時間がありますけども、まあ、どんどん出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや。